は1992年にアルファ電子がマルチビデオシステム向けに制作したテレビゲーム。キャッチコピーは史上最強の忍者軍団参上。1992年5月29日にネオジオ版が発売された。忍者コンバットに続くアルファ電子の忍者シリーズ第2弾でジャンルは縦スクロールアクションゲーム、またはシューティングゲーム。 1994年10月15日には、ネオジオ CD 版が発売された。また2008年6月24日から、D4 エンタープライズによって、Wii Virtual Console 版が、2018年9月6日から、アケアカネオジオの1作品として PlayStation 4、Xbox One、Nintendo Switch で、それぞれ配信された。その他、2008年12月18日発売の、 プレイステーションに用ソフト ADK 魂に収録されている。タイムマシンで歴史を操作して野望を果たそうとする死の商人スパイダーに立ち向かう忍者たちの活躍を描く。横画面の縦スクロールで全7ステージ。タイムマシンで過去の時代を操作し未来を戦場の渦に巻き込もうと企む死の商人スパイダー。スパイダーの魔の手から歴史を守ることを使命に 世界中の忍者が集結。マルスコーポレーションでスパイダーを追い詰めるもタイムマシンで逃げられてしまう。彼らもタイムマシンで追跡し、スパイダーの逃げた先で歴史を修正。果たして今度こそスパイダーを倒すことはできるだろうか。任意立てスクロール STG だが攻撃方向は全方位任意に可能となっている。ライフは体力性だが一部攻撃で消費。 敵を倒して得られたコインで回復が可能。所定の残機がなくなるとゲームオーバーだがコンティニュー可能。ボタンは3ボタンを使用。A でショット攻撃、特定のレバー操作を加えてから押すと必殺技になる。B で倒した移動レバー方向にバクテに移動し、その最中に A を押すと反対方向にショットを打つ。C で体力を消費して全体攻撃を行う。 ステージ中にある巻物を3つ拾うと動物に変身し無敵になる。本作は一般的に好評だった。ゲインプロのレビューではフェノメナルと称賛、グラフィックと全体は優れた二人用カートでネオジオライブラリのトップビューのファンとガンゲームの欠如を埋めるという優れた仕事をすると述べた。ゲームインフォーマーの3人のレビュアーはそれぞれ10点中6.75、8.0。 8.75の評価をした。ファミコン通信クロスレビューでは25、40点。ネオジオフリークが1997年に同志で行ったネオジオゲームツインレビューでは7、5の12点。レビュアーは必殺奥義が爽快、偽りのないグラフィックの威力、攻略パターンは必要だが繰り出せばクリアできる、爆裂究極拳のおかげで割と簡単、キャラクターのセリフが面白い。 1997年にプレイしても楽しいゲームだと称賛した。ありがとうございます。